はい、皆さん、こんにちは。今回もね、ちょっと謝罪をしなくちゃいけません。なんと、情報が間違ってました。えっと、こちらの表にあるように、教育版のミートですね。G Suite for Education なんですけど、10月1日からも、この会議のね、時間は無制限ということでした。はい。で、制限があるというのは、この無料版の Google Meet は60分と言っていたんですけど、 ね、Google のブログでこのように発表がありましてフリーバージョンも3月31日まで無制限でいいよということですのでなんと全て無制限で通話ができるということですですからもう心置きなく授業ができるということですね で、質問で、このオフィス365の A1 のチームズですね。これマイクロソフト365と名前が書いてるんですけど、まあ教育版のね、この無料版のチームズも無制限だということで、今日ね、まあこんな風にね、念を押すように連絡が来ました。チームズでは現在会議時間に制限がなくということなんで、もう24時間これ通話ができるよということです。 ただし、あの、Google についてなんですけど、ここは10月1日から制限がかかるというところだけをまとめてみました。えっ、ー、と、会議の参加人数ですね。これ250人が100人。そして、ドメイン内のライブ機能がなくなるということです。で、Google ドライブの録画も新しい機能がつくまでは、まあ、とりあえずできますよということで、10月1日からもオンライン授業の録画ができて、 配信ができるということです。さて、今後の G Suite for Education のバージョンアップの予定なんですけど、まあ10月からは、なんと出席を記録する機能、それと、これ Zoom で非常に便利だったブレイクアウトルーム機能がいよいよミートに実装されるということで、非常に楽しみです。 もう各社ね、この目まぐるしく機能がアップしてるので、なかなか情報を掴みづらいんですけど、まあ、正しい情報を掴んで配信していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それでは、また。じゃあ